ございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。全体が合ってなくて、すごくなんか見ててすごいと思わない。なんでその状態でいる？どうしたら練習したん？はい、なんでじゃあその状態でいる？これでステージに立つ？違う。何のために今これやってるの？何のためにやってるの？みんなは。みんなが感動するようなステージを作りたいから。感動するようなステージを作る努力もできてると思う？今できてないです。じゃあ出ない方がいいんじゃない？他は何のためにやってるの？ファンの人に見せられるダンス、ダンスをするためにやってるを見せて、みんながすごいって言ってくれるように。こうなりたいとか、こういうパフォーマンスしたいとか、こういう、なんていうの、アーティストでいたいとかっていう、こういうアイドルでいたいとかっていうのは、みんなの中でイメージがないってこと？みんなが一体感のある踊りができるアーティストになりたいです。他は？全体が揃ってるのもそうだし、その踊りで、踊りの表現力で何かを伝えることができる。他は？自分たちの個性も出しつつ、一体感を出して保てるようなグループになりたい。何目指してるの？何目指してやってるの？夢は？目標は？みんなの大
きなところでワンマンライブがしたいです。できるところで。できません。何が足りない？全力さ。あとは表現力もですし、5人で一つのものがないし、今は他のグループに勝てるものは何もないです。ない。はい。なんかこうパワーもないし、踊りができないとかできるできないとかそこじゃないんだよね。うん、私が言いたいのって、なんかそのみんながこうなりたいとか、こんな風になりたいとか、こういうアイドルでいたいとかっていう気持ちが正直一個も見えん。最中5万だよ。文化祭。今の自分たちのそのパフォーマンスでさ、お客さんからさ、お金もらえる。で、やめない方がいい。失礼じゃない。応援してくれる人がいるんだよ。ファンの人もそうだし、家族もそうだし。なんか自分たちがただやりたいって言って、こうやってやってるんだったら、勝手に練習してやればいい。ステージもなし。